あのペンダントライトの電球ってどこにあるの知ってる？電球は一緒に入ってる。あ、あるあるわ、了解。今日付け替えてますね。やれることやっていく。これがほんまに重要かどうか知らんけど。知らんけどやっていく。精神統一の一環です。ちょっと気になる。白熱球をつけたときにどんな感じになるか。回る。できたけど失敗した。電球ついてない。やばこれ。ちょっと穴開いてる。雨の脚立がいいんだよ、これ三段じゃ無理やろ。でも三段届いてませんか。いけんじゃん。いけそうっすね。これもでも三でいけそうっすね。全部いける。全部いけんじゃないこれ。三で最悪なんとかなるでしょ。これが一番掘れる。
それや、そうか。これが最大値で、オレンジにするのは、なんかでもあのオレンジより明るい、うん、前のオレンジ、あ、こっちもあるんや、あ、こっちがあれか、めっちゃ色変わる。白？真っ白？あ、なるほどね。5段階。うわ、まだある。え？そんなにあるの？これが一番オレンジな気がする。で、明るさも変わる。うわ、これ寝るときめっちゃいい感じ。ええやん、ええやん。ええやん、ええやん。いいね。付け替えていこうか。ちょっと、やりたくなるな、これ。やってる暇ないけど。岡本ちゃんの部屋暗くした。ここ暗くても大丈夫。なんとかね。汚ねえ、これ。やばいことしてもだ。ここやったらなんかすげえ明るく感じる。で、やっぱあっちのオレンジよりこっちのオレンジの方がちょっと濃い気がする。あ、でもこっちもオレンジになったら相乗効果でこっち明るくなった気がする。オレンジいいんじゃん、これ。これこっちもオレンジつけたらもっと明るいんじゃないですか、こっち。ええやん、これ。ここめっちゃ合う。いや、めちゃくちゃいいですね、これ。いいな、うん、いや、ええやん、これ。これめっちゃいいわ。よっしゃ、あとはやってもらおう。やりたかっただけど。よいしょ。タオルは話進んだから、続きまして、タオルは OK。 これがやっぱめちゃくちゃいいもん、合ってるわ。で、電気つけるケースはこのなんだ、紐でできるから紐で味わってくれたらいいんですよ、別に。いや、おもろかった。このなんかやっぱお祭り感が浮かんでる、この感じが。うわ、なんか古びた感じ出るな。めっちゃ出るな、これ。照明ってすごい、明るくすると。こんな感じ。これ悪くないか。いやー、でもやっぱちょっと違う。うわ、これいいわ。あー、いいな。優雅に。さあ、どんどん片付けていこう。コーラの160ミリの缶が来てんねんけど。いや、
これはコーラだと思うけどやってないこれじゃあやらせてるわあのねまあ、ええか。ええよ。飲むやろ。飲む飲む。まあ、これぐらいもね。あ、ちょうどええよ、ちゃん。ちょっとコール飲みたいとき、ちょうどええよ。っていうことで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ニヤマビレッジ。